こんにちは、ドクターネックスです。さあもう明日に迫りましたね、4周年。明日はもう4周年なんですけれども、今日のネタとしては戦記クエスト、これ全然紹介していなかったんでこいつかなと。正直ですね、非常にめんどくさいです。ここも見えねえのか、何が必要だったかって。もう10回クリアとか、ひどい時20回クリアとか、何回も何回もクリアしなきゃいけないっていう、状況が続きまして、しかも溜まってるじゃんって、ショーとかダイエットが溜まってるじゃんっていうんじゃなくて、そのミッションが出てきてから、溜めなきゃいけないっていうものですね。まあ結果としてはですね、交換場で交換するために、何回も何回も結局周回しなきゃいけないんだけれども、結局ね、でもフリーチャプターが非常に多く稼げるんですよ。だからもう結局ここでしか稼がないから、前半でいくら稼いでもね、もう別に付け焼き場なんですよね。でミッションの方はフリーミッションが、こうやってちょいちょいリンク強化薬をもらえるというとこなんですが、まあここはね、ここで稼ぐぐらいだったらレイディだった方がよっぽど早いですね。で交換所で、ぜひ交換しておきたいのは、ガチャチケット、星4、以上確定ガチャチケットとか、あとはその他の霊玉、霊玉25個、まあトータル50個ですね。でそれを交換、霊玉を、50個もらうためには110個の各110個必要で、いや結構ハードですね。僕はそのメインとなるこのガチャチケと霊玉を交換するのと、あとこれだ、雫はずっと交換できるんで、解放の鍵と、虹のリンク許可薬、これが美味しかったですね、が、10個かける10セット、これは750なんで、まあ、最低2000ぐらい必要なんじゃないかなと思います。あとはね、ボーナスキャラクター、実際に見てみようかね。ダメージ2倍、獲得量 100% アップ。獲得量 100% アップが3体いると、プラス 300% になります。僕今これは、プラス 200%。ちょっと一回言ってみましょう。行くぞ。あ、もう決まってる。その攻撃力2倍のキャラだと非常に速いですね。待って。なこともあるよね。これは想定外だった。オートでやっても死なねえのに大丈夫。大丈夫。オープン。痛い。これで12は少ない、12、42、50、51、21、36、どれぐらいだろうね、わかんない。これ100、150ってとこですかね。で、一番僕ね、もらえるのが、ショーなんですよ。78でしょ？ここで、ボーナスが、チャド2倍で、ウリオリ姫。これがね、3体とも、いけるんで、
ここはね、シャドウ用。そして、これで、300% アップ。一撃で決める。さっき70いくつだったら計算しなくても分かるよね。全力でやれそうだ。これさ、キャラクターいっぱい持ってないと周回回数が増えてつらいんすよ。水着の利点持ってなかったから本当しんどかった。札が余るようならちょいちょい使ってけんじゃないかなと思いますね。アッパーアッパー、あれ質問か、2発で死ぬはずだったのになんでだろう。命は置いていく。そういう間違ってる気がする。20、30、32、32、28、52、44。あれなんかあんま変わんねえな。70、あでもこっちの方が多いか。78で154だから180ね。まあ、平均するとね、もっともっと多くなりますね。こんな形で、何度も何度も周回をして、交換所で交換をできるようにすると。暴力の意思とかな、別になんだよな。別にな。それぐらいだったら俺は雫の方がいいかなって思ったな。アクセサリーも別に筆とか心は僕はもう必要ないんで、いいかなーって言ったかな。毎月リセットされるんで、もう事前に貯めとくのがいいんじゃないかなと思いますね。で、この中から小とか、その今までね、その石とか小とか、もうこれやってくれよって思うんだけど、そういった機能がようやく追加になってますね。まあ、効率は悪いです。5個で1個なんで。ここで交換するぐらいなら普通に回った方がお得だと思います。まあ、稀にそのボーナスキャラクターがいや全くゼロなんすよっていう場合は、まあ交換するのもありなのかなっていうところですけどね。ここはボーナスキャラゼロでこっちはボーナスキャラ3体なんですとかだと、もしかするとそっちの方が効率がいいのかもしれない。それどうかな。全クエストはね、札が余ってる人が消化するときに使うようでいいんじゃないかなと思います。あとは、その、戦記の一番の、ポイントとしては、久々にストーリーをゆっくり見るみたいな。いや、ゆっくりかな。まあ、ストーリーを再度ね、確認して、懐かしくなくて原作をもう一回読むっていうのが、戦記クエストの一番の目的なんじゃないかなと思います。でも、それって別にもうストーリーで一回やったよね。決してね、その交換所のものが美味しいとは思いません。他の、レイドとかあと霊玉もっともっともらえるのに、もらえる上限が50個なんで、あんまりね、その、戦記は大した感じじゃない。まあ、ガチャチケットとかは結構もらえたけどね。まあ、その、必死になるよりかは、まあ、ちょっと余ってるから札使って、集めといて、まあ、来月のために取っとくか、みたいな。おそらくは、今月がね、7月が一番その交換期間が短いだけであって、あ、来月以降はおそらくみんな、そんなに、ガツガツすることはないんじゃないかなと思います。新しいのが始まってもゆっくりやればね、一月かけてゆっくり回ればいいんだと思います。はい。みんなどうですかね。今回はここまでです。以上、ドクターネックスでした。明日は4周年
お疲れ様でした。